最初は歌の子でした熱きジャイアンサルバさん、ご来場いただきありがとうございます。以上はライブスタッフです。応援団の皆様、応援団の皆様ありがとうございます。一勝一敗で迎えたサルエンス3戦目、ジャイアンツにとってはそうです。今日先発井上投手、交流戦3カード連続の勝ち越しがかかる今日の一戦ということになります。なんといってもここは本拠地東京ドームですから、皆さんの熱い応援でぜひこの東京ドーム勝利のオレンジ色に染めていただきたいと思います。今日も最初から最後まで最高の応援よろしくお願いいたします。ぜひぜひ交流戦楽しんで盛り上がっていきましょう。熱い応援よろしくお願いいたします。そしてこの3連戦はレジェンド勢としてジャイアンツのレジェンドにスポットを当てる企画を実施しております。本日のテーマは仕事に、ここぞの場面で力を発揮した選手たちです。河合正弘コーチのバントの構えが再現できるフォトブースなどの体験コーナーを場内に3カ所設置しております。仕事にといえば河合コーチの他にも鈴木孝弘コーチ、山本コーチ、山口コーチなど歴代の仕事人たちが連想されますが、今日の試合の5回裏終了後に矢野コーチの現役時代の応援歌を全員で歌うコーナーもあります。メインビジョンに歌詞も表示いたしますので、ぜひ皆さんご参加いただいて少し懐かしい気持ちで盛り上がっていければと思っております。どうぞご参加ください。さあ、そして応援といえばやはり応援マストアイテムは応援タオルということで、今もたくさん掲げていただいている方いらっしゃいますが、ぜひお持ちの方はお手元にご用意ください。この後一度全員で回してみたいと思います。続いてはこちらのコーナーです。ジャイアンツが得点した時には応援タオルをぐる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 回してグランドに選手たちにエールを届けます。では今日たくさん応援タオルを回してジャイアンツが勝利できるように、勝つことができるように、一度気持ちを一つにこの時間全員で応援タオルを回したいと思います。さらにメインビジョンはスタンドのファンの皆様を映し出してまいります。一番ジャイアンツ愛をアピールしていただいた方にダゾーンオリジナル T シャツをプレゼントいたします。ジャイアンツ愛を応援タオルに込めて全員で応援タオル回していきましょう。いきますよ、ミュージックスタート。集結するダゾンから野球だけのバックダゾンベースボールが登場しました。ダゾンでいつでも好きな場所でもっとお得にジャイアンツの試合をお楽しみください。以上、ビバジャイアンツダゾンでした。皆様ご参加ありがとうございました。それでは続いて